さあ、それでは最初にですね、立ち寄る南山園さんの方に到着をしましたので、ちょっと中の方にね入らさせていただきたいと思います。一応こちらでですね、もしツアーで来ていただいた際は、工場見学ができたりですとか、こうスライド紹介の絵が見れたりというふうになります。一部社外費のものもあるので、今回撮るところは南山園さんに置いてる商品ってこんなのがあるよとか、あとはバスツアーでお越しいただいた際はこうやってお抹茶が飲めますよみたいな動画を撮らせていただきたいというふうに思っておりますので、南山園さんもねお出かけの候補にしていただければと思います。それでは中に入っていきたいと思います。はい、じゃあ中の方入らさせていただきます。基本ねスリッパに履き替えるみたいなので、私も履き替えさせていただきます。上に行くんですね。はい、さあ、じゃあ南山園さんの会社さんの中にね入らさせていただいております。階段上がってきますとね、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。全然知らない。パティシエの貞治青木さんが、エクレアとかかな、これもすげえ美味しそう。南山園のお抹茶さん使ってね、こういう商品も作ってますよというねパネル展示があります。なんか私が思ってたよりも会社さんでした。この奥が今30名様ぐらい入れる会議室がございまして、そこでですね、まず会社の方から、説明ですとかね、そういったものを今資料を見ながらですね、お客様受けているような状態になります。さあ、それではですね、今会議室でいろいろ会社の案内ですとか、それこそお抹茶がなんで西尾でこう栽培されているか、ね、産地になっているかというようなご案内をねしていただいております。で、お抹茶の説明ね終わった後に工場見学と、お抹茶の試飲ができますよというお話でした。工法がですね、お抹茶飲める和室があるということなんで、ちょっとこちらの方に行ってみたいと思います。さあ、ここから入っていきますが、わすごい広い。はい、こちらから入っていたらこんな感じで和室がございます。はあ、すっごい綺麗。はい、少し失礼させていただくと、こちらのお部屋でお抹茶を飲んでいただけるという風だそうでございます。すごいですね。これいいかな、すいません失礼します。こういうですね、羊羹なのかな。はい、お抹茶のお菓子が皆様に振る舞われるというようなところになります。この後ね、お抹茶ね、せっかくなんで入れてるところをね撮りたいなというふうに思ってますんで、その時またカメラを回したいと思います。いや、でもすごくいいですね。なんか花もあったり中心もあったり、雰囲気いいですね。やっぱこういうところで飲むからお茶はいいような気もしますね。はい、ぜひまたこちらに来られた際ですとか、バスツアーで、来る際はこういうの体験できますんで、ぜひまた何かあったらね申し込んでいただきたいと思います。はい、今ですね、私がいるお部屋が先ほどちょっと言った会議室ですね。こちらのですね、にですね、この商品をちょっと置いていただいてますんで、ちょっとこういうものを置いてるよっていうのをちょっと撮っていきたいなと思います。なんか面白そうなものというかね、なんか美味しそうなものもあったので紹介しましょうね。あ、これさっきのあれじゃないかな、茶山羊羹見えるかな。これ、この羊羹を切るとこんな感じらしいんですけども、見た感じさっきのお抹茶のところに置いてあった羊羹だと思います。あ、じゃあこの羊羹を食べてもらいながらお抹茶を飲んでいただくっていう感じなんですね。で、あとですね、これちょっと美味しい、これ独自で作ってるんだよっていうお話があったのがこちらですね。この西尾の抹茶使ったパピロという、中に抹茶のクリームがおそらく入ってる、ちょっとクッキーみたいなお菓子だと思います。これ10本入って500円だそうです。これ美味しそうだな。で、お抹茶がっていう方はほうじ茶も同様にね、同じような
パピロでですね商品がございます。なんかイメージ的にはなんかコロネみたいな感じじゃないですかね、外側がちょっとクッキーで中にクリームが入っているというような商品ですね。あ、俺多分これ好き。抹茶アーモンド、抹茶のチョコレートがコーティングされているアーモンドですね。これ560円。やっぱお抹茶ということでね、お抹茶売ってますね。これ何のやつなんだろう。松風の昔っていうこのサイズ感。これ何グラム入っとんのかな。30グラムで、1080円ですね。なんか黒いすごく特別感ありそうなのがありますね。プレミアムってない。金の抹茶、これいくらするんだろう。あ、書いてあった2315円。へえ。何グラム。これはお抹茶じゃないのかな。これお抹茶ですか。 1.5×20 って書いてある。ああ、20本のお抹茶のちょっといいやつですね、これがね。うん、あ、なるほどね。カンカンよりも飲みやすいっていうか、まあ入れやすいんだ。なるほど、そういうことなんだ。あとお茶類がね、いろいろ置いてあったりいたします。なんかこちらのお店さん自体もなんかあの近くのアピタですとかそういうところにもね出品してるみたいなので、そういうところでもねお買い求めいただけますので、ぜひ、行ってみてください。それではあの抹茶いただきましたので僕もいただきたいと思います。これがあれですよね、お抹茶の羊羹ですよね。先ほど売ってましたもんね。はい、お抹茶の羊羹からいただきます。ありがとうございます。あ、この羊羹うまいっすね。すごい美味しい。じゃあお抹茶いただきます。これがこんな感じですね。やっぱ綺麗ですね、緑ね。じゃあいただきます。あー、うまっ。あ、美味しかった。なかなかいいですよね、抹茶飲みたいと思っても飲む機会ないですもんね。こうやって来させていただいて飲ませてもらえるのはすごいありがたいですね。いや、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ではね、お抹茶の和室からですねお届けさせていただきました。ぜひあの今回こういうところ来てますんで、個人でねお出かけするお出かけ先の一つの候補にしていただければと思います。